この試合に勝つと二次予選進出が決まる青のユニフォーム日本、前半風上大きな展開からニュージーランドを振り回します。ニュージーランドは去年のワールドカップ代表、20分11番の木村、マークを振り切ってセンタリング、原が豪快に決めて日本選手権を挙げました。今の場面もう一度、木村のこのセンタリング、風間がスルー、そしてニュージーランドのディフェンスをうまく崩したゴールです。その後も日本が攻めますが追加点を挙げられず、前半は日本が1対0とリードして終わりました。後半に入るとニュージーランドが長いパスを使って反撃、日本守りに回ります。17分に同点に追いついたニュージーランド、34分、フリーキックを得ます。ゴール前、キャプテンのゴースが頭で合わせて逆転のゴール。ニュージーランド高さを生かした得意のプレーでした。日本も同点を狙いますが、前半と違って攻めが単調でなかなか得点できません。逆にニュージーランドは試合終了1分前、右から一旦大きく振って、最後はサムナー、この試合2点目のゴール。すでに45分を過ぎた後の得点でした。結局ニュージーランドが3対1で勝って第一戦を飾り、日本の2次リーグ進出は決まりませんでした。シュートミスですね、これが当たりましたね。岡田君の点があれが枠へ行ってればね入ってるような形、それからもう一つは原君が落としたヘディングで落としたボールを横山君が飛び込んだ、これは相手のキーパー。立ち上がりから気迫あふれる攻めを見せる日本代表は、積極的にボールに反応するスピーディーな展開でチャンスをつかみました。しかしニュージーランドも堅い守備で得点を許しません。両チームともに今一つ決定的なチャンスをつかめないままに前半が終わりました。一方、後半開始早々の47分、ニュージーランドは右サイドのオープンスペースで速いパスをかわして日本の守備を崩し、10番のサムナーがゴール正面16メートルからシュート、見事なゴールを決めてニュージーランド1点を先行しました。これに対して日本代表はニュージーランドのクローズドマークにありまして、生きたパスを出せずチャンスをつかめません。その後日本代表は再三フリーキックからチャンスをつかみますが、どうしても得点できません。決定力を欠いた日本代表はこの試合1対0とニュージーランドに敗れ、第2次予選の進出を決めることはできませんでした。この結果、日本の2次予選進出は12日に行われます中国大国対ニュージーランドの結果待ちになりました。日本のキックオフで試合が始まりました。立ち上がりから両チームとも激しい当たりで闘志をむき出しにし、場内を沸かせます。日本は早い展開から積極的に攻め、前半29分2つ目のコーナーキック、11番木村から14番原へ、惜しくも右に外れて得点できません。これに対してニュージーランドも縦パスを使って攻めますが、決め手にかけ、試合は一進一退の展開となりました。日本は42分、13番金田がうまいセンタリング、キーパーに阻まれて両チーム無得点のまま前半を終わりました。後半開始早々の2分、ニュージーランドはうまいパスワークで攻め込みます。ポイントゲッターのサムナー、強烈なシュート、ニュージーランド1点を先取しました。主勢に立たされた日本はすかさず反撃、4分相手の反則でフリーキックを得ます。同点ゴールかと思われましたが、反則を取られてノーゴール。
日本惜しくもチャンスを逃しました。この試合を落とすと自力での二次予選進出が消える日本。34分には木村がシュート。歓声がため息に変わります。日本は木村と原にボールを集めゴールに迫りますが、堅いディフェンスを割ることができません。結局1対0のまま試合終了。日本は勝ち点3のまま一次予選を終わりました。